上村元宏は、日本の銀行家。鹿児島銀行代表取締役会長。九州フィナンシャルグループ取締役。鹿児島経済同友会代表幹事。鹿児島県出身。鹿児島県立鶴丸高等学校を経て、慶応義塾大学小学部卒業後、鹿児島銀行入校。小中時代には、水泳、高校時代は、野球、大学在学時には、 ボクシング部に所属。また、常務時代まで毎日、腕立て伏せと腹筋を300回こなすなどスポーツに、いそしんできた。30歳、第3年間にわたった東京不妊時には、当時の頭取から、銀行にとって革新的なことを考えてくれ。との匿名のもと、仕事に役立つ知見を得るため自腹で1000万円、近くの交際費を費やした逸話を持つ。 各支店長を歴任後、事務を統括する業務統括部長を務め、2004年取締役に選出される。常務在任時には、人事、システム、審査を担当。またシステムは4年間干渉した。2010年頭取に就任する。海高肥広銀行頭取とは、福岡支店長時代から信仰が深く、また、経団小学部の同窓生であることが、 今般の経営統合、九州 FG 設立の大きな誘因の一つとなったと報じられている。2019年6月、鹿銀代表取締役会長、九州 FG 取締役に退属。ありがとうございます。